安倍忠士聖は、江戸時代後期の大名、道の区国白川藩の第八代藩主、道の区田蔵藩主、忠明家安倍家十六代、後に白川藩第七代藩主となる安倍正人の長男。源氏元年3月4日、三前国の旗本出身の父が本家の白川藩主、安倍忠式の旧氏で白川藩主の座を継承したことに伴い、 生成は、父が保持していた旗本の家督を継いだ。しかし翌慶応元年10月に、父が兵庫開港要求事件により、朝廷江戸幕府から禁止処分にされた上、慶応2年6月19日に、父が強制隠居処分となったため、後を継いだが、同日に棚倉藩への転保を命じられ、財政失速。 家臣団を迎える屋敷が手狭など理由をつけて幕府に延期を願い出た。やがて慶応3年1月に、聖聖は、田倉藩へ移放したが、交代で、白河藩主になるはずだった。田倉藩主、松平康秀の移転先が変更。康秀は、武蔵国川越藩へ転覆。白河藩は、天領とされ幕府の小名浜大官の支配となり、同年8月に、白河城が、 幕府の役人へ引き渡された。翌慶応4年2月に、安倍家に幕府から白河裁風の命令が下ったが、3月に中止となり実行されず、白河は領主不在のままとなる一方で、白河城は日本末藩の管理下に置かれた。同年から始まった母親戦争では、消極的な立場から奥上え連れ一般同盟に参加していたが、5月1日に、 白川口の戦いにて、列藩同盟軍は新政府軍に敗れ、白川藩では、過労の安倍聖輝が、戦死、6月24日に、父が守備していた棚倉城も、板垣大輔率いる官軍により陥落した。清聖は生き残った、藩白と分領の穂原に、移動、9月18日に、穂原陣屋で降伏した。12月、新政府より同盟に参加した罪を問われたが、 主導したのは、過労の安倍内善である、と釈明することで海域は、免れ、4万国削減の6万国となった上、家督を、義理のおじ、成功に譲って、東京へ、強制委員居処分に処せられた。明治11年1月23日、東京で死去した、去年28、実施に、吉久、新一郎がいたが、いずれも創生している。 反主人名辞典編纂委員会、P84、P109、新人物往来者、P125、白川市、P395、P513、P515、安田、P54。安倍内善の家は、明治2年5月に絶家処分。内善の父の安倍昭風は、明治期に、書家、廃人として活躍。反主人名辞典編纂委員会、 P84P85 新人物往来者 P125P129 白川市 P395P521P531P537P546 安田 P54 学習院大学資料館 P395 ありがとうございます